こんにちは、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回は新しい音律、周波率についてお話ししたいと思います。音律論の紹介ですので、言葉による解説がどうしても必要な部分も多いです。ですので今回はこのような形で、言葉でお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。周波率とは、ある音の振動数を等分することで音階を組み立てるという考え方です。ここでは振動数の単位にヘルツを用います。ヘルツとは1秒間に何回音が振動するかっていうものを定義した単位です。1秒間に1回なら1ヘルツといった具合です。それでは具体的な方法に入ります。まず気温、元になる音ですね、気温としたい音をヘルツで選択し、それを12で割ります。今回は整数で割り切れる数を探しまして、432Hz のラの音を基音とすることにしました。432を12で割ります。すると36という値が出ました。 432Hz に 36Hz ずつ足していくと、12回目で1オクターブ上の 864Hz にたどり着きます。実際に並べた音を聞いてみましょう。はい、不思議な音階だったと思います。ここから主要な音をいくつか選んで、重ねて聞いてみます。はい、これは1度と8度をオクターブで重ねて、その間を5度、4度、3度と、推移した音です。どうでしょう、濁りのない響きに聞こえたのではないかと思います。先ほどの音階から各音のヘルツと、振動数比を割り出してみます。こうしてみると、完全1度、超3度、完全4度、完全5度、超6度、完全8度が音階の中に含まれていることがわかります。この音階を周波率と呼ぶことにします。これまでの調律はピタゴラス以来5度の積み重ねから音階を得ていました。ドからソ、ソからレ、レからラといった具合です。そうすると最後に同じ音にたどり着いた時に、わずかですけどピッチが高くなります。この元の音、気温との音のズレのことをピタゴラスコンマと呼びます。西洋ではこれを修正する必要もあるとして、多くの調律法が確立されました。平均律は近代になって発明された調律法で、ピタゴラスコンマの音のズレというのを均等に12音に割り振った調律法です。その結果、隣り合う音同士がすべて均一の音程になりましたが、すべての音が
基準値からわずかに外れてしまいまして、どの音からも正確な音程比を得ることができなくなりました。周波率の場合、一つの振動数、音の波ですね、音の波を分けることによって音階を生み出します。先ほどのように5度をこう積み上げていきませんので、ピタゴラス混乱が発生することはありません。先ほどの周波率を5000フに置き換えて見てみましょう。もう一度音を聞いてみます。この音から全音階を得る方法を考えます。問題を分かりやすくするために、ここではラから始まっている音階をドにして移動ドで読むことにします。こうしてみると、全音階上の超2度、超7度にあたる音、つまりレとシですね、レとシが周波率には含まれないことがわかります。そこで周波率の複合形を用います。この音階の完全5度上の音階に注目してください。その音を基本にした周波率の音階です。その周波率音階には、完全5度上にレの音、超3度上にシの音を含みます。この固有音をドの周波率音階に取り入れてみましょう。音を聞いてみます。同様に完全5度上の周波率音階を借りながら、半音階に近い値を取ります。このようになりました。この音階から12の調すべてを、全音階で鳴らします。最後に、それらの調の手話音を連続して鳴らしてみたいと思います。それではお聴きください。
それぞれの調で演奏された、ゼオン階の振動数比を示します、規則性はあるようなんですけれども、その出方がランダムで、あの法則の方はまだよく分かってません。この音律の特徴をヘルツの点から眺めてみます、これは周波率から割り出された各音程のヘルツ一覧です。右に完全5度上の周波率からのヘルツも示します。緑色の部分です。この音列を見て、何かお気づきになることはないでしょうか。どの数でも構いません。書かれてある数字を分解して、それから足してみてください。すべての数で最後に9の和が得られると思います。まだ見つかったばかりで、よくわからないことの多い調律法です。理論的な面で、ブラッシュアップできる点が多くあると思います。皆様の工夫で新しい調律法としてお役立ていただけましたら幸いです。関連資料は動画の概要欄よりダウンロードいただけます。今回は新しい音律として周波率をご紹介させていただきました。ありがとうございます。